こちらでチェックインをします。ここが朝食会場かな、レストランっぽくなってます。エレベーター出てからもかなり無機質です。今日のお部屋はこちら302のお部屋になります。まず入って左側の壁側ですね、こんな感じでハンガーがかけられています。そしてこちらには畳がありまーす。ぐるっと回ってこちらも鏡と洗面台があります。ここね、無機質な感じですね。洗面台の周りはこんな感じです。グラス2つと歯ブラシ、カミソリ、ヘアブラシ、綿棒になっています。隣にお水2本とティッシュがあります。下はこんな感じでドライヤーがあります。また開けるとね、湯沸かし器とワンドアタイプの冷蔵庫があります。結構ね、狭い感じですね。奥行きがないタイプになっています。ちなみに室内履き用にスリッパではなくこのねビーチサンダルを、はい、お借りしました。お借りしましたというかこれがスリッパ代わりになっているみたいです。これはフロントで500円で販売されてるみたいです。リビングはこんな感じです。ソファーがあるお部屋にしました。シングルサイズのベッドっていう感じですね。一人寝れそうなぐらいのソファーになっています。そしてベッドはこんな感じでセミダブルですね。ベッドが2つあるお部屋になっています。お部屋の照明はこれがねマックスで明るい感じになっています。結構落ち着いている雰囲気ですね。ベッド周りはこんな感じです。ここでライトをオンオフできます。 USB とコンセントが1つずつあります。反対側もこんな感じでライトを調節できるようになっています。そしてテーブル、デスクとチェアがあります。ミニバーはないんですがエスプレッソマシンとエスプレッソのカプセルと紅茶があります。2段目はマグカップとグラスになっています。3段目にはセーフティーボックスがあります。引き出しを開けるとランドリーサービスとエスプレッソマシンの使い方がありますね。無駄がない感じです。電話機とメモ帳があります。無機質でシンプルなんですがどこか落ち着いて落ち着くような感じもあります。入り口入って右側の扉ですね、こちら開けてみましょう。こちらはお手洗いとバスルームになっています。このバスルームとお手洗い脱衣所が一緒になっている感じです。はい、バスルームは結構明るい感じですね。コンパクトなんですけど、はい、バスタブはしっかりと大きいですね。
アメニティはこちらですね、ペパーミントシャンプーとヘアコンディショナー、ラムのボディラッシュ、ボディウォッシュって書いてあります。こちらにボディタオルとバスタオルがかかっています。はい、というわけで今日はアンテルーム那覇のルームツアーでした。いかがだったでしょうか。なんかね、無機質なんですけど、どこかね、温かみがある感じで、やっぱりね、おしゃれ、シンプルなんですけど、おしゃれっていうようなイメージはありますね。はい、ちょっとね、今日はチェックインが遅かったので、まあ、暗いんですけど、また明日の朝、景色、お部屋からの景色とかも、撮影したいと思います。はい、では今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。私の YouTube ではホテル暮らしのことやホテル紹介、あとは沖縄移住のことも発信しているので、よかったらグッドボタンとチャンネル登録で応援をよろしくお願いします。ではまた明日の YouTube でお会いしましょう。バイバーイ。おはようございます。お部屋からの朝の景色をお届けします。テラス席はこんな感じです。丸テーブルと椅子が2つあります。すごい、ちょうど船が出てきました。いいですね、今日も天気がいいです。